どうもこんにちは。今日は私の、給料明細公開したいと思います。で、私もともと医療とかですね、 IT 系の会社で営業とか企画の仕事をしてたんですけども、起業とかですね、もろもろ失敗しましてですね、借金が200万ぐらいできて、で逃げるように行き着いたのが、福島県の、住み込みの工場派遣だったんですね。で現在も石川県のとある工場で派遣で働いてるんですけども、私の年齢46歳からすると、今の状態、ポジションとか環境とか、給料も、かなり底辺なので、自分よりすげえ底辺なやつがいるなと思って見てもらえれば幸いです。令和2年3月分の給料明細です。で、まだ現在普通に働いてるんで、ちょっとまずそうなところは黒で消してます。社員番号、名前、ちょっとこれももちろん消してます。基本給10万円、職務給14万8000円。私派遣で働いてるんですけども、派遣って2種類があってですね、3ヶ月とか6ヶ月とか、期間を定めたものと、期間を定めない、無期雇用派遣という形態があって、そっちで私は働いてるんですけども、そっちの場合は、時給ではなくてですね、形式上だけ月給みたいな形をとってまして、なので、こんな感じで基本給が出てます。10万円。安いですね。で、残業手当とか深夜割増、2交代で働いてるんで、真夜中から朝まで働くんですけども、その手当とかですね。あと、ものすごい田舎で働いてるんで、車がないと通勤できないので、そのガソリンの費用。変動支給金、これはちょっとよくわかんないですね。持ち株奨励金。派遣なので、ボーナスないじゃないですか。もちろん退職金もないし。なので、とりあえず月1万だけやってる、その奨励金が1000円だけ入ってます。支給合計が28万円。控除。健康保険とか介護、年金、雇用、所得税、住民税。あと、社宅のアパートなので、備品ですね、冷蔵庫、洗濯機とかですね、そういうのをレンタルしてるんで、そのレンタル費用数千円。で、水光熱費、今月なんかすごい高かったんで、なぜか2万円取られてるんですけども、あと、社宅の駐車場、数千円。で、持ち株会、これ月1万入ってて、控除合計が9万8000円。高いな。で、差し引くと18万2000円。勤務日数19日。ちょっと少ないと思うかもしれないんですけど、ただ、日勤と夜勤の切り替えが毎回こう発生するんで、寝れないこと多いんですよね。寝れないとか、無理やり寝なきゃいけないとか、そういうのがあるんで、なんかあんまり休んでも、すげえ休まったなって感じがしないのは事実ですね。なので、私の感覚からすると、勤務日数そんな少ないっていう感じはあんまりないですね。で、勤務時間160時間。あと残業は今はあんまりないですね。深夜残業とかありますね。だいたいこんな感じ、毎月こんな感じです。手取りなので18万円ぐらいですね。で、なので、手取りがだいたい18万ぐらいで、カードの支払いが月12万ぐらい。内訳はですね、車のローン、あと車の保険料、あとノートパソコンこの前買ったんですけども、これもローンで買ってますね。で、あと、いろいろあるな。結構登山グッズとか、キャンプグッズとか、そんなのもローンで買っちゃったりとかですね、カードで買って、ちょっとローンを組んだりとか。そういうものの支払いと、あと、ちょっと借金もまだあるので、そういったものを全部もろもろ合わせると12万ぐらい。あと、
少し前に、ですね、グルメ旅とかちょっとアップしてるんですけども、そういうの月1回行ったりすると、まあ、2万から3万かかってしまいますね。で、生活費がだいたい4万から5万ぐらいですか。だいたいそれが支出合計でだいたい月マイナスになって、最後はもうカードで支払っちゃうようなことも、まあ、ちょこちょこありますね。まあ、こんな感じですけども、まあ、それなりに楽しくやってます。